ーメン歩きましょう。おはようございます。キリタンのラーメン食べ過ぎを抑えるため、仕方なく同行する、ゆずきゆかりです。おはようございます。ゆかりさんの徘徊に仕方なく付き合ってあげる、東北キリタンです。煮干し、久しぶりですね。初めてのエリアですね。気温は28度。2年半の冬眠生活で体勢の下がった体には、過酷な暑さです。港北区役所を離れ、激狭バスターミナルで有名な綱島に到着。向かいには、新横浜とを結ぶ新綱島駅も位置します。川崎市に入れば、あとは東急線沿いを進むだけ。なら、なんで寄り道してるんです？黄色いゲートと高架の組み合わせ、素敵でしょう。膨れてきてるんですけど。確かに、双葉みなとみらい線と武蔵小杉のタワマン群。どちらも夕日で輝いてます。まあ、夕方になれば涼しくなるだけ救いです。なんて歩いていると、武蔵小杉駅に到着。マンションに囲まれた、むさこらしい光景です。もちろん、中原区役所にも訪問。そうだ、今回こそ、ルートは分かっているんですか？いえ。目的地の住所から、なんとなく導いて歩いてます。ゆかりさん。ええ、見知らぬ路地から出ないと得られない栄養を感じます。これだから、計画的迷子はやめられます。大丈夫なんですか？大丈夫でした。大丈夫でした。まあ、今回の目的地、麺屋べこに到着です。商店街に佇むこちらのお店は、10年続く煮干しの名店。メニューはこんな感じ。煮干しをベースに、ラーメン、つけ麺、混ぜそばがラインナップ。迷ったら一番上と、古事記にも書いてある、追い煮干しそばを注文です。たっぷり乗った岩海苔が嬉しいね。じゃあ、早速いただきます。煮干しの奥行きあるうま味がありつつも、くどくないスープ、美味しいです。椎茸や昆布を出汁に加え、まろやかにしているそう。手もみで食感が面白い、低下水麺も絶品。トッピングも抜かりなし、岩海苔の香りがたまりません。大ぶりなレアチャーシューも、2種類あって最高。ごちそうさまでした。様々な煮干しを使った、こだわりのラーメン。今度行くときは、数量限定、濃厚かきそばを試してみたいです。では、じゃあ、まだ見ぬ道を歩きたくなったら、お会いしましょう。え？そうそう、よろしければ。いいね、マイリス、ツイッターのフォローお願いします。今回のいいねは、珍しく川崎市でラーメンした理由です。それでは、ご視聴ありがとうございました。